友達に誘われて始めました。小学校4年生ぐらいだったので浜松ドジャースです。最後の大会で負けてしまったんですけど、しっかり全員で最後までやりきれたことです。関市中学校です。コロナでいい感じで試合を行えなかったんですけど、しっかり結果残せたことです。東高から推薦来たからです。全員が目標に向かって全力でやってるなって思いました。一つ一つの課題にしっかり取り組んでいる、全力でやってるチームだと思います。練習前に全員で目標を決めて、一人一人がその目標を達成できるように努力してやってることです。ベスト16です。